母名称の春樹とカイトとマセとモチです。今日はね、普通にプライベートでさっきなんじゃもんじゃゲームやろうって言ったら、のせが知らなくって、知らない人いるんだったら動画にした方がおもろいんじゃないかと思って、ちょっとカメラを回しています。ちなみになんじゃもんじゃゲームわかんない方はね、こういった感じのパッケージですけれども、まあ簡単に言うと、まあこうカードをめくってね、こういうモンスターが出てくるんですよ。で、これに名前をつけて、次こいつが同じのが出てきた時に、こいつの名前を叫ぶっていうね。フィッシャーズさんがね、やっててすごい動画がこう盛り上がってたんで、まあ知ってる方が多いと思うんですけれども、まあ詳しく知りたい方は自分で、調べてください。すごい楽しいゲームなんでね。というわけで今回はなんじゃもんじゃゲームやっていきたいと思います。やっていきましょう。いいなぁ。絵がおもろすぎる。はてなザクロ。はてなザクロ。うん。やばい。顔色の悪いアンパンマン。長いなぁ。長いね。まーす。おぉ。オランジーナって。おオランジーナ、わかりやすい。いきまーす。はい。多感症。多感症ね。多感症今日誰俺ではなかった、言ったけど。結構同点臭いよね。スルーにすまりで。スルーにすまりで。スルーでいいや。おおおおおお。気持ち悪いな。コロッケポッキー。コロッケポッキー。いきまーす。おお、なんだこいつ。ライオンキングで。いきまーす。もっち来た。確かに似てる。すごいわかる。髪型だろ絶対。絶対髪の毛。もっちきた。もっちでいこう。マジかよ。わかりやすく。オランジーナ。おっしゃー。ジーナな。それ全部もらえるんだよね確か。え、そうなの。そう、全然。最終的に持ってる人が多い。あ、勝ち。持ってる人が多い。マジラー。ライオン。よし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 。高島、今はもちもち。いきます。顔色あるやパパ。うわあ。何これ。抵抗だね。アンパンマン好きなやつ。ここだよアンパンマン。おお。初見だ。ええ。使い込まれた座布団親子。使い込まれた座布団親子。そもそも言えない説。ライオンキング。俺とモッチじゃんけんな。カイトじゃない今。俺だった。多分のはカイトだった気がする。早かった今。多感症がよぎるんだ。ええ。まだいんのか。じゃあバイキンマンで。よいしょ。いきます。オフだからといって声が出てくる。うわ。もう新キャラ全部モッチやん。めっちゃさ足に毛生えてるじゃん、うん、地元の友達の石橋くん思い出しちゃう。石橋、石橋で行く。かわいそう。石橋で行こう。石橋になっちゃう。石橋、あ、石橋。オッケー、オッケー、石橋。あー今何のスルー、スルーする、スルーかな。俺だ。使い込まれた座布団親子。あーすげー。いきまーす。うわーやばいやつ来た。やばいやつじゃないな。じゃあもっちのお母さん。2人いるやん俺要素が。いきます。オランジーナ。やばい、脳が固まってる。コロッケポッキー。分かったのに。ずっといたのに頭の中に。コロッケポッキーなかった。取れない。バイキンマン。ああ、お前めっちゃ覚えてんじゃん。分かんなかった普通に。いきまーす。使い込まれた座布団。座布団親子。今お前だったら。いや俺雑巾つっちゃった。嘘。俺途中で噛んだもんもう。スルーじゃん。スルーだ。スルーだな。いきます。コロッケポッキー。うわ、え。よし、足長おじさんっていいと思う。髪の悪いアンパンマン。あーアンパンマン。ライオンキング。うざい。一緒だった今。スルーだな。
いきまーす。モッチもう早いこいつか、こいつかモッチ、やばい、なんか今日弱いこれ。いきます。ライオンキング。あー、いいよ、それでモッチのお母さん。あー、アキラ出てこなかった。やっと来た、モッチのお母さん、ありがとう。おお。枝豆。おー、簡単。枝豆。あー、今俺ダメ。そうだよ、モッチとハルキが頼む。じゃあ、じゃあスルーだ。まあいいや、いきます。オランチンだ。早っ。いやー、完全に思考停止してる。モッチ。あー、今はモッチだった。本人。ええー、ハテナザク、ザクロハテナ。いやー、ハテラザクロじゃない。ハテラザクロ、ハテラザクロ、ハテラザクロ。いやー、もし逆だった。こいつ出てこなすぎて初見だと思ったよね。悔しい。俺覚えてて狙ったのに分かんなくなっちゃった。高橋翔。なんだっけ、そいつ高橋翔じゃんか。奥田民生がよぎるんだ。石橋。石橋。ありがとう。石橋くん。顔色悪いアンパンマン。あれ、こっち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 。最後ラスト、ザクロ、ハテナ、ハテナ、ザクロ。ザクロ、ハテナ、ザクロ。やっちゃ出てこねえ。ザクロ、ハテナって言っちゃうんだよな、毎回。7枚、15枚、16枚、22枚。めっちゃ強いじゃん。じゃあ2周目行こう。よし、2周目行きます。なんじゃもんじゃって2周目がおもろいから。あ、そうなんだ。あー、さっきのがもうよぎって。なるほどね。そうそう。こっからはちょっとね、一段と盛り上がったシーンをダイジェスト形式でお送りするんで。オッケーオッケー。金玉。金玉やもう、イコールじゃん。俺イコール金玉みたいになっちゃうじゃん。もちろん金玉。ナスカ天心。なんでだよ。適当すぎた。ナスカ天心、こんな目パッチリしてるんだよ。適当すぎた。クックライバー。うわ、コロッケピストルだけど。新しいの出ちゃった。いきます。なんだっけ、高橋、違う、それは違う、ハヤト。なんだっけ、なんだっけ、ハヤト、やば。金玉。早すぎだろ。対しての執着がすごい。この絵いっちゃ好き。ラスト、三刀神。三刀神。あー、7枚、12枚、20枚、21枚。うわー、なんじゃもんじゃもん。